またずれた。なんでピント合わないんだろう。これどうだ。あれ。これでいいかな。どうだ。オッケー。はい、皆さんこんばんは。みつるの日常です。本日はですね、4月の24日。日付変わっちゃったんで、4月まだ23日です。自分の中では寝てないんで、今深夜のね、12時をちょっと超えてるんですけど、これからちょっとデッドリフトを、やります。デッドリフトやったのは多分ちょっと前にね、夕方ぐらいから撮影した日があって、なんか多分外でプロテイン作ってた日かな。多分その日もデッドリフトやったんですよ、ここで。で、まあ今日はね、だからまあ3日ぶりぐらいか、3日ぶりぐらいにちょっとまた出てるんですけど、まあとりあえずそのどこまで今日は持てるかっていうのも全然未知数なんで、まあ今日のその日のコンディションで上げれるとこまで上げて、あとは少し持ってとりあえず帰ろうかなと思います。で、まあ一応減量もぼちぼちスタートして、まあ、顔も少しねシュッとしてきたんじゃないかなと思います。はい、お腹もちょっと減ってますね。今ちょっとなっちゃったんですけど、前回の動画でもお話ししたんですけど、5月の12日に、ベンチプレスだけの大会千葉で出て、そのちょうど1ヶ月後か、6月の16日に、この広島でね59キロ級で、パワーの大会にエントリーするので、まあちょっと重量を落とさないようにやっていきたいんですよ。まあ59キロ級だと390取れば11月の全日本グランプリ出れるので、まあ59キロで出なきゃいけないので相当ちょっと減量が大変な部分はあるんですけど、一応ね一つの目標として、今年はパワーの大会で全国大会に出るっていうのを自分の目標にしてるので、まあおそらく最後のチャンスだと思います。59キロ級でエントリーできるのは。落とせるかもちょっと今回不安なんですけど、多分来年以降はさらに筋量が増えちゃうので、自分の中の感覚だと、もう本当に体脂肪 3% まで削ぎ落としても59いかないっていう、かなりしんどい状態になっちゃうと思うんで、今年が多分出れて最後かなと思うんで、なんとかね、そのパワーリフティングの方でとりあえず全国の舞台を踏みたいっていう自分のこの気持ちに自分自身で応えるためにも、今年だけはちょっと無理して59でエントリーします。なのでまあそれに向けてっていうのもありますし、まあ7月にね、去年のリベンジということで、またビーフ佐々木クラシック出るので、今度こそはね、まあ優勝したいなと思ってるし、ただその勝ち負けっていうのは当日にならないとわからないんで、どんなに体仕上げてどんなにいい状態で出ても、自分よりすごい人がいて審査員が上の票つけたらそれで終わりだし、本当にこればっかりはね自分が決めれることじゃない。どんなに自分が最高の状態で行ってもダメな時はダメなんで、まあでもなんか順位もちろんね、いい順位取りたいんですけど、もうここ2年ぐらいはなんか順位に対するこうこだわりが全くないわけじゃないんですけど、別になんか自分の中でその満足できる体が仕上げられて、まあそれで周りのね仲間とかも応援してくれるし、まあ当日楽しむっていう自分の最高の状態で当日を迎えて、あとはステージで思いっきり暴れるっていう、それだけですごい自分は今フィジークに出る価値を感じるので、なんか本当に順位はぶっちゃけそのつかなかったとしてもいいんですよね、まあダメですけど、なんていうのかな、ちょっとうまく言えないんですけど、別に1位だろうがビリだろうが、自分の中での評価っていうのは高ければいいかなって思ってるので、それがやっぱり自分自身で努力できる限界だと思うんでね、やっぱ自分で納得して、いい体を持ってくる、自分がこれ以上できないって思うぐらい素晴らしい体に仕上げる、コンディションを作る、肉体を作る、まあこれは逆にその自分自身にしかできないことなんで、これができれば自分の中での今年のフィジークの体っていうのは 120% だし、そこに順位はつけられるんですけど、まあそれはあくまで人が決めるただの数字なので、まあ優勝できたらね一番ね、かっこいいですし、まあ去年よりいい順位取りたいっていう気持ちはもちろんあるんですけど、
それが一番ではないっていうのはありますね、今年は特に。別に減量も辛くないし、ただ自分の好きなトレーニングをやって、ね、食事をちょっと調整するだけなんで、それも、含めて全て自分がやりたくてやってることなんで、なんか、減量が辛いとか、特別思わないかな。まあ余談はさておき。ちょっと夜も遅いんで。とりあえずデッドリフトね。基本的に大会の時以外はね、全然重量上がらないんですけど、普段。まあ今日はちょっとアップして、とりあえず持ってるとこまで持ってみたいと思います。頑張ります。見えてますか？なんか最近夜になるとピントがちょっと合わなくてぼやけちゃうんですよね。だからどの辺に行けばいいのかな。なんでぼけちゃうんだろう。はい、ということで今ですね、トレーニング、まあベンチじゃない、トレーニング終わりました。デッドリフトしかやってないんですが、今日の、まあ、内容としては一応170キロまで持って、でその後 162.5 で、3×3 をちょっと狙ってたんですけど、初っ端からちょっと2発しかできなくて、まあ2セット目も2発やって、まあ、3セット目は2発行きたかったんですけど、ちょっとそのフォームをね、少し自分の中で調整して、少し修正していつもと違うような体の使い方でやってみたんですけど、2回はできなかったんですけど、その3セット目の1レップ目が今日一番いい、デッドリフトの引き方だったかなと思うので、まあレップはできなかったけど、はい、形としては良かったかなと思います。ここ3ヶ月ぐらいなんですけど、あんまりなんかデッドリフトやっててしっくりくることがなくて、去年の秋ぐらい、秋から冬にかけての間ぐらいが一番
フォームもすごい固まってて、自分の中では力が出せるポイントがすごい分かったんですけど、ここ最近はね、あんまりなんかしっくりこなくて、まあデッドリフト自体もなんか、もともとね苦手ではなかったんですけど、最近はあんまり重量もほんと伸びなくなってきて、まあどの種目もね伸びてないんですけど、あんまりほぼほぼ変わんないんですけど、特にデッドに関してはもともとすごい自信があった分、最近はなんかこうアップしてからそのメインのセットに入ってる時もそうなんですけど、全体的にあんましっくりこなくて、まあなんでだろうなってこうちょっとねモヤモヤしながらやる部分もあるんですけど、まあ結構動画でよく話すんですけど、まあいい時もねあれば悪い時もやっぱあるんで、その原因が全くわからないっていうわけではないんですけど、まあその日の調子だったりとかね、いろいろやっぱコンディション的な部分も関係してくるので、ただフォームが悪いとかそれに尽きるわけではないと思うんですけど、まあいつも言うんですけど、その日出せる自分のベストでとりあえずトレーニングするっていうのがまあ自分のテーマなので、なんだかんだねこの間の大会でも190もう少しで上がりそうだったし、結構ね本番になるとね割といつもよりは少しは力を発揮できるので、まあ練習でねいくら失敗しても本番である程度ね持てればいいじゃないですか、ぶっちゃけ。なのでまあ練習でこうあまり上がらなくてもしっかりそのフォームを確認したりだとか、今日もそういった意識を持って、まあ3レップやりたかったけど2レップしかできないってなった時に、じゃあとりあえず 2×3 とか、まあできるとこまでやってみようっていう風に、まあちょっと気持ち切り替えてすぐにいつもやるようにしてるんですけど、特にデッドの場合はね、1レップ1レップがすごくこう神経も使うし、やっぱり腹圧もかなりかけるので、心拍数もその分息を止める時間も長いし、息を止めてる時のこの力もかかるので、圧を解放した時にすごくやっぱ疲れちゃうんですよね、タグが1回でも。なのでスクワットとかよりも自分的にはかなり一番しんどい種目だと思ってるので、まあそれだけやっぱりその1回1回にかける労力っていうのはすごくかかるので、少しに上がらないぐらいで、まああんまり落ち込まないようにはしてますね。今日そんな感じかな。もうあと喋ることはもうないんですけど。まあとりあえず、まあ5、6、7、8月はちょっとまだ確定じゃないんですけど、8月にも大会があって、まあ9月、まあ5ヶ月連続でね、まあパワーだったりフィジークだったり出るので、この4月後半からまあ5月6月ってすごい大事になってくるので、毎回毎回まあいいパフォーマンスが出せるとは、限らないんですけど、その日その日出せる自分の全力を出してしっかりねトレーニング頑張っていきたいと思います。最近ちょっと疲れてます。はい、体が疲れてますね、やっぱり。まあ、ここからもっとねしんどくなってくるんで、ちょっと今気抜いちゃうとまずいんでね、まあ睡眠取れる日はしっかり睡眠取って、相変わらずね、ちょっとニキビがね、ここと、ここ、見えるかな？ニキビがもう2箇所もあって、ちょっとそれが一番自分の中ではストレスなんですけど、昔から結構肌が綺麗って言われるんで、ニキビが1個でもできるとすごくなんか、クソってなりますね。ショックですね。なんで早くね、ニキビ治んないかなって思いながらいつも、薬塗ってます。なんか市販で売ってるニキビ、クリームみたいなのがあるんですけど、意外と効くんですよ。そう、潰さないようにね気をつけてるんですけど、この間なんか朝起きたら潰れてて、はい、まあ、そんな感じで今日終わりにします。眠いんで。あ、猫だ、猫ちゃんがいる。ちょっと猫ちゃん映しますね、最後。見えるかな、ちょっと車の中映っちゃう。猫ちゃんでーす。おーい。あ、どこ行っちゃうんだろう。どこ行っちゃった。どこ行くの。